謎の現金強奪ロボットは1941年11月28日にアメリカ合衆国で公開されたスーパーマンの作品である。この作品は DC コミックスのスーパーマンを原作としておりフライシャースタジオが制作している。とても静かな夜の暗闇でとある銀行が5番ロボットによって破壊される。その頃クラークはペリー編集長の命令で 宝石展示会に向い、そこで、ロイスと出会う。ところが13番のロボットがやってきて、アクセサリーなどを奪って、中に、それを入れる。クラークは、新聞社に連絡する。ロイスはここにいろ。と言い、電話ボックスで電話をかけた。だが彼女は、電話ボックスの隣には待たず、ロボットの中に潜り込んで連れて行かれてしまう。そして、クラークは、ロイスがいないことに気づき、 スーパーマンに変身する。そしてロボットを発明した男の秘密基地についたロイスは、その発明した男に捕まり、溶岩の上で口を封じられ監禁されてしまう。ところがそこで、スーパーマンが現れ、操縦者のロボットと決闘し、ロイスと発明した男を救助した後、発明した男を逮捕し、物語は終わる。5番のロボットが街を襲うシーンメディアを再生する動画。 ありがとうございます。